ニューステップは、NEXT のオーパンステップオブジェクティブ、C ライブラリー、ウィジェットツールキット、アプリケーション開発ツール群をフリーソフトウェアとして実装したものである。ユニックス系オペレーティングシステムだけでなくマイクロソフト、Windows でも動作する。GNU プロジェクトの一部でもある。ニューステップは、NEXT のオーパンステップ仕様に完全互換な。 プラットフォームにまたがったオブジェクト指向開発環境を備えている。アップルと同様、NewStep は Java インターフェースを持ち、同時に Ruby や Scheme とも接続できる。NewStep のアプリケーションインターフェースは MacOS のココアのインターフェースと根幹は同じである。NewStep の発祥はココアより先であった。NewStep は おパンステップの使用を満たすことを目指して開発され、MacOS が実装しているフレームワークの多くを書いているが、ニューステップの開発者は互換性を保つため、Apple の Cocoa の追加機能に追随しようとしている。ただし、Cocoa とニューステップは、Abi が全く異なるため、アプリケーションのバイナリーレベルの互換性は期待できない。ニューステップの開発が始まったのは、 スタンフォード線形加速機センターのポールクンツらが、ネクストステップのヒッパデローを他のプラットフォームに移植したいと考えたのがきっかけであった。ヒッパデローを一から書き直して、アプリケーションとしての設計だけを活用するのではなく、アプリケーションが依存しているネクストステップのオブジェクト層を書き換えようと考えた。そしてできたのが、最初のリボブジシエクスである。これを使って、彼らは、 ヒパデロを全く書き換えることなく、ユニックスシステムの X ウィンドウシステム上に移植できた。オパンステップの仕様が1994年に公開されると、彼らは新たな API にも対応するアブジシエックスを作ることを決めた。そのソフトウェアがニューステップとして知られるようになるのである。ニューステップはオパンステップと似ており、 オパンステップの設計規則を継承するとともに、オブジェクティブ新言語を使っている。http://www.gnustep.org スラッシュエクスペリエンススラッシュリグズ html ありがとうございます。